今日はこのオルガンを折りたいと思います。まず半分に折り筋をつけます。次に半分に折ります。中心線に合わせて折ります。折り筋をつけます。広げて潰すように折ります。折り上げます。さらに折り上げます。両サイドを折ります。立体的にします。これでオルガンの完成です。どうもこんにちは、折り紙講師のズーミーです。折り紙動画随時更新していきますので、よかったらこちらからチャンネル登録をお願いします。質問などありましたら気軽に下のコメント欄からお願いします。ではまた動画でお会いしましょう。ありがとうございました。